なんかお道具編です。お道具編はい、こう生きていくのにはとても自分は大事だと思ってることとか、はいはい、でも普通の人めんどくさいって言うかもしれんなみたいなことを、うん、はい、だけどやっぱりどっかにこの楽しいを、自分の中の楽しいを見つけて、うん、こう毎日を過ごしてるのかなと思うんですね、うん、だからめんどくさいけどついやってしまうお道具、はい、ということはちょっと豊かになる、気持ちが豊かになるような、あ、私いつもアイデアというか、はい、はい、だいたい気持ち豊かでいつも豊かでいらっしゃいますちっちゃいちっちゃい幸せを見つけて、はい、それでね、はい、なおさんは面倒くさいけど、はい、これがどうしてもいいやっていうお道具を紹介していただきたいんですね、はい、なんか全然こう絵的にこうこっちの寂しい感じと打って変わってのなんかバーンといい感じですねじゃあそんなに褒めていただいたら先やっていいですかはい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、私はね毎年、あ、これ出してきて、箱から出してきて、とどっかでもいいんじゃないの、うん、ってちょっと思うんですよ、うん、だけどいやいやっていうもう一人の私がいて、うん、はいはい、で毎年落とす時は、はい、繰り返し出すんですよね。これでもお若い方はあんまりご存じじゃない方も結構多いんじゃないですか。そうそうそう、料理教室でも伝えたんですけども、はい、落とすをしないっていう、もうそういう習慣がないんだっていう方も結構おられました、うんうん、でもそれがなんか、はい、日本の食文化を伝える、うん、いいことになるといいなって思ってるんです、うん、でね、はい、おとそってそもそもこういうとそさんとかっていうのがあって、うん、でこれを、まあ、そのお家の、お好みにもよるんですけど、うん、お酒たくさんの方とみりんと半々にするとか、はい、これは王道行ってみりん半々にしてみました。お酒とみりんなんですね、ベースはね、はい、ちょっといいみりん、はい、ちょっといいみりん飲んで美味しいみりんですね。そうそう、飲んで美味しいみりん、はい、でこれといい香りですよ、はい、ああいいです、いいです、もうグッといってしまった体に良さそう、はい、いい香りいやだけどでも甘い香りしますからね、いいですよね、これなんていうか、うん、古い匂いしますよね、古い匂いします、古いお家の匂い、そう、それで私はこのちょっとこれぐらいはあえて3日4日前からあえてちょっと普通よりもよく出すんですね。普通はまあ一晩とか、そうなんですよね、はい、でこれを鶏をちょっとこうフライパンで焼いてジャーンってかけたりして、もう本当にあ、お父さん、はい、今年も頑張りますよみたいな、エキゾチックな感じですね、それ、まあまあ ねうちでもこれでアイスクリームにかけたりとかしてます。ああ、そう、サニーライスにビュッとかけて、なるほどね、はい、いい感じですよね。で、はい、で私はこういうこう箸紙って言いますよね、はいはい、でこういう名前の書いてないのは、うん、こう皆さんの取り箸になるように置いてみたり、はい、でここにはクリストの名前とか、まあ、家族がもう分かってたらここに名前を書いて、はい、で今年もいい年になったらいいのになって思いながら、はい、自分のご褒美にはこの羽子板は絶対使うんですよね、はい、これ何ですか、お飾りに使うんですか、なんかこれはですね、この音がするんですよ、ほら、あ、これ現役のやつですか、現役ですこれ心豊かになります、そう、はい、ちょっとはなりますよ、むちゃくちゃこの音がすると、 あら、お正月の、そうですね、外は寒いから今年はちょっと調子いいなって感じですね、続くとね、音が足腰頑張れみたいなで、お箸置きは1年に、はい、これも1年に1回ですけども、はいはい、1年に1回しか使わないものがなんか嬉しいもの多いですよ ね思い出してまた出してくるっていうのがね、そうそうそう、はい、なんかそれが私には今年も元気だったらいいなというお正月の始まりですね。なるほど、はい、で、なおさんは、はい、何が大事かなって思った時に、その、新しいなんていうかね、文明の利器はたくさんあるんですけれども、はい、昔ながらのこうやり方で、うん、ずっとやってるっていうものがたくさんあって、それを何ぼかご紹介しようかなと思ってますので、はい、素敵ですね、お店に行ったらありますよね、これね、はい、まあ、蒸し器ってまあどこでもお店はあるんですよね、はい、でもう営業始まる前にこれをお湯を沸かしてずっとシュンシュンと沸いてる状態でずっと保つんです。
あとにもう一つは、ステイを沸かすって言って、はい、もうずっと ゆでもんに使ったりとかするのが、はい、まあ、スピードアップのために常にお湯が沸いてるっていう状態で、ね、これもそういうふうなもんなんですけれども、今ねこれ使ってはるとこね結構少なくなってきてますよね。皆さん何を使ってるんですか？皆さんね、あのスチームコンベクションオーブンレンジですか、あの蒸したり焼いたりで、温度計差し込んでおけば、はい、ずっとその温度に保てるとかいう本当に便利な道具がね、今まではねでっかいやつしかなかったんですよ。宴会場向きのやつしかなかったんですけども、はい、小さいのも最近は業務用で出てて、うちはこれにこだわるっていうのは、はい、人間の勘を養うっていうんですかね。わかる、わかります、はい、そんな手前からわかります、すごいですね。いや、むすすごいすごい褒められてんのかどうか試されてる。いやいやいや、さすがやなと思ってます。いや、湯がくとか、はい、揚げるとかの間に蒸すって、はい、その状態がふんわりしません？はいはいはい、あれ他には言い表せない。あの蒸すっていう仕事は本当にね、はい、面倒は面倒なんです。でも家でする場合は大きな鍋がいるとか、はい、蒸し器が必要だとかってなってくるんですけれども、はい、まあ、うちらはプロなのでこれをずっと使ってるんですけど、これを使う理由っていうのはその勘を養うっていうのは、これでこのぐらいの火加減で何分ぐらいでって様子を見ながら、蓋見ながら、それも蓋もこう閉めてる場合のこの熱の感じと、ちょっと蓋切って蓋を開けて蓋切って火を入れていくのとまたこう違ったりとか、これで茶碗蒸しやるとね、あの失敗すると本当に巣だらけの穴だらけのやつになっちゃうんですけども、それをずっとこれをここに火にかけながら気にしながら他の仕事をする、あれやりながらこれやるっていうのが、あの家庭でもあるじゃないですか。ずっと煮炊き物を火にかけておでんなんか炊いておきながら他の仕事をするっていう、その段取りだとかっていう、そういうね人間的な勘っていうのがだんだんその機械にとって変われるとあのなくなってくる。でこれ蒸し器ってお湯なくなりますから、はい、なくなります。時々から焼きする、もうその匂いしだすともね、もう最悪ね料理も全部ダメになります。そうですそうです。だけど蒸し器はお湯を時々さしてくださいよって、うんうん、はい、我に帰りますよね。ずっとこうどっかでこの気にしながら、後ろのこの辺で気にしながら調理していくっていうのがあの非常に面倒くさいです。一つになんかこれを気にしないものがあって、タイマーなれば止めれるっていうものがあったら、それはそれがすごく便利なんですけれども、それやっちゃうとどんどんなんか人間がダメになっていくような気がして、ずっとうちでもこれを使ってるんです。昔は本当に蒸し器しかなかったから、うん、電子レンジのない、私が子供の頃ね、はい、のお湯ここに溜まりますでしょ、はいはい、茶碗蒸しの後とか、はい、そしたらほうれん草それで湯がいて、で子供たちがわーっと帰ってきたら、はい、お湯あったかいよって手つけてごらんとか言ってる母の声が聞こえてくるような気がする、うん、みんな優しさが、はい、うん、伝わってくるなって、うん、ありがたい話はありなんかあれですね、派手さは全然ないですね。こっちのこう感じの方が絶対お正月っぽいじゃないですか。いや、生きていくのにはそんなにいりませんよまあこれはいるかもしれません、これもいらんかもしれない。だけど蒸し器は生きていくのに大事なことを教えてくれそうですね、うん、そうですね、そういうふうに読み取るようにします、はい、今度は、はい、なんかまた並んでますね、はい、これはね、あの、はい、めんどくさいというわけではないんですけども、はい、その逆にね便利な機械を見つけたっていうのがあって、ちょっと今回の趣旨とは違うんですけども、はい、おろし金の代わりをするもんなんですよね。でこれも僕あの開店当初ですか、18年前ぐらいにちょっと、はい、あのフレンチのプロのシェフからいただいたんです、はい、でフランスで結構もうこういうの使ってるよっていうので教えてもらったら、これすごく便利で、柚子皮おろしとか、はい、あのこれはわさびあんまりおろさないですけど、わさびおろしたらまた違う感じのものになるんですけど、ふわっとしたな、これだからチーズおろしたりとかできるやつですよね。パルメジャーノレジャーノカチンカチンって。でもこれもともと左官屋さんの壁をこう綺麗に塗った後の綺麗にこう直すための道具から発展させて調理道具になったものらしいです。でそれがね18年前にできて、でそれから柚子皮おろしはうちでもずっとこれ使ってるんですけど、これはあのすりおろした時に潰すんじゃなくて、こうカンナのように削っていく感じなので水が出ないっていうすごく利点がある。でこれは、はい、昔からあるマナバシっていう橋ですね、
だからこれは真の魚の箸って書いて学ばしなんですけども、はいはい、だからお魚を触ったりとかするときに、お刺身なんか、切って盛り付けるときに匂いがつきにくいっていうので金属製の箸です。だからよくね料理屋さんでこれ使ってあるとこあるんですけど、はい、重たいお箸なんですけども皆さん上手に使ってると思うんですけど、はい、なんでかなって思われたことあるかなと思ってちょっと面白いかなと思って今日は持ってきました。儀式でも使ったりするんですかね。そうですそうです。はい、これは神様に備えるために、はい、直に手を触れないでこうやって、はい、お魚をおろされる方いらっしゃいますね。っていうものですね。だから真の魚、まあ、そのすごく位の高いものに使うお箸ということです。でこれなんですよ、いいと思う、はい、汚いでしょ、もう使ってるでしょ、もう、はい、こちらさんも言いたそうですよ。これもね、もうね手放せないんですよ。これだからうち来てからだから18年でしょ。でその前はうちの親父の店で使ってたんですよ。だからもうね40年近く使ってるんじゃないですかね。はこれは普通の、まあ、銅製のおろし金なんですけど、はい、けどなぜこれを使うかっていうとね、わさびおろし専用なんですこれ。はで先生これちょっと触ってもらったら分かるんですけど、失礼いたします。わもう本当え、これで汚いでしょ、全然これでおろせるんですか。これでおろせるんかっていうぐらいもう目が丸くなってる古いおろしが。でわさびは美味しくなるんですか。わさびは、繊維を細かくすればするほど辛みが出るので。そうですよね、最近ね流行りのもありますもん、うん、だからおろすのが早いおろし金っていうのはすごく目が立ってますよね、はいはい、粗かったりそうです、すごく立ってたりとかするんですけど、はい、あれは早いことバーッとおろせるけれども辛くない、はい、でザラザラとしてる。でもこれやと同じもう本当に3倍ぐらい、一生懸命回数回さないとダメなんですけれども、はい、ねとっとしてて香りが出て甘みが出てっていう。いやわさびが美味しい、はい、わさびが美味しいのはだからプロのところでサメ皮使ったりとかいうのあるんですけど、はいはい、サメ皮は耐久力やっぱりこれほどはないので、定期的に交換しないといけないんですけど、ちょっと寝てきた頃に、うん、目が寝てきた頃にわさびに使えるようになる。なんか愛おしいですね、はい、料理人さんのいろんなことを知ってくれてて、年々おろす時間かかるようになっちゃって、へーありがたい。こういう感じでね、なんかその、うん、無駄ではないけれども、はい、ここまでせんでもええねんけどなっていうところもありながらも、うん、やっぱりちゃんと大事にこれを使っていく道具って本当に使い方で、うん、生きても苦しい、うん、その意味が分かれば、そうですよね、もっとなんかこう使ってる自分も楽しいですから。そうなんです、はい、使ってる自分、はい、作ってる自分も楽しくなる料理とかね、うん、ありますよね。ありますね、しみじみと、うん、いやなんか今日はありがとうございました。お粗末でございました。とんでもない。